風紀家電は、三河ミリによる日本のライトノベル。イラスト担当は、ゆらかいり。角川ビーンズ文庫より観光されている。前後館、上等国の姿勢で絵札売りをしている医師の少女、千住。師匠の彩り優うとともに、貧しいながらも、穏やかに暮らしていた千住のもとに、ある日宮美金という貴族の青年が訪ねてくる。そして、上宮にやってきた千住は、 第一王子、刀火から国を滅ぼすとされる、病絵を封じるよう密命を受けるが、角川ビーンズ文庫より出版。風紀、家電赤月に作林の絵師2013年9月28日、発売 ISBN978 から4から04から10868から3、風紀、家電石火に輝く狩り、はじめの姫2014年1月31日、 発売 ISBN978 から4から04から10万1204から8、風紀家電春を買う、先染めの乙女2014年5月31日、発売 ISBN978 から4から04から10万1378から6、風紀、家電ひかかおる、歌方の口づけ2014年9月30日、 発売 ISBN978 から4から04から10万1885から9風紀家電工綾那スチカの夢2015年2月28日発売 ISBN978 から4から04から10万1884から2ありがとうございます